ここからはズームアイのコーナーです。さて、元日には能登半島地震が起こり、今も多くの方が避難所での生活を強いられています。そしてまた明日で阪神淡路大震災から29年という年を迎えます。そこで今夜は日本防災士会群馬県支部長の赤羽純子さんにお越しいただきました。災害が発生し避難する場合の注意点などについてお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて赤羽さん、早速なんですが、万が一また地震が発生しまして避難する場合に気をつけること、それから持っていった方が良いものがあったらぜひ教えてください。はい、地震は突然行われますときますから、はい、その時にやはり命を守る行動、そして避難経路を確保しておく、そして揺れが収まってから、ブレーカーを落として避難をするというのが手順になってきます。はい、避難所に行った場合持って行った方が良いものは何かありますか？そうですね、今でしたら毛布ですとか、はい、アルミックシートとかそういったものが必要になってくると思いますけれども、あとはお水、そしてセットで考えていただくのがトイレということになります。はい、いろいろな今情報が入ってきてますから、いろいろな、ね、ものを揃えておいていただくというのも必要になってくると思います。はい、そしてまた常備薬ですとか、体育館等行きますとスリッパはありませんので、はい、そういったものも必ずお持ちになる。はい、その他に新聞紙ですとかゴミ袋といったものもいろいろな使い方ができますので、はい、ぜひそういったものもちょっと備えの中に入れておいていただくといいかなと思います。ね、はい、用意しておいた方がいいものありますけれども、なかなか忘れてしまうということもありますけれども、はい、先ほど新聞活用できるということでしたけれども、はい、こちら、はい、なんだかわかりますか？こう足が入れられます。ほうほうほう、スリッパなんですよね。はいはいはい、そうですね。はい、こういったものも、新聞などがあれば簡単に作ることができる。はい、さらに新聞ではこのように簡単に作れますよというご案内もありますが、はい、コップなんかもね、新聞があれば作れるということですよね。はいはい、そうですね。コップ、はい、コップを今見ていただいてるんですけども、これ新聞でやはり作ったコップになります。はい、能登の地震の中でも2日目3日目といったところでやはりコップがないよ、ペットボトルが来たけれども人数がなかなかということで、はいはい、1本のペットボトルを皆さんで回し飲みというわけにいかないので、はい、能登の避難所の方でコップが欲しいということをテレビの報道で見てました。はい、その時にこのコップの作り方が知ってらっしゃったらと思いまして、そういったものも気になってみます。はい、で子どもさんにこういったスリッパですとかコップを教える、そうするとやはりすごく喜びながら作ってくださるんですね。でそういったものの中でも子どもさん学童ですとか、あとお年寄りの生き生きサロンに行っても、はいはい、お年寄りの方も災害逃げないよっていう方がやはりこういったものにで興味を持ってスイッチが入ってくれると、はい、ちょっと違ってくると思います。はい、そしてこちらにはもう一つご用意させていただきました。こちらビニール袋で簡単に作れるエプロンということなんですよね。はい、そうですね。はい、先ほど作っていただいたんですけれども、はい、これも 2,3 分程度で、はい、できましたので、ここからこう首を出してちゃんと腰紐もつけられているといったものになっています。はいはい、感染予防のためなどに、はい、作っておいたらいいものになります。そしてですね、赤羽さん、避難した時に知っておいた方が良いことがありましたらぜひ教えてください。はい、皆さん指定避難所と言いますと指定されている、そこに逃げなくてはいけないという方が結構多いんですけれども、はい、指定避難所だけが避難する場所ではないということで、今公的な場所でも体育館あるいは公民館ですとか集会所あるいは公園といったところで車の避難、自宅避難、近所避難といったようなさまざまな避難の仕方があります。そういった中で避難した方同士がやはり助け合う、支え合うというのも一つのポイントになってくるのではないでしょうか。はい、
そして普段から備えておいた方が良い点について改めて教えていただけますか。はい、普段から備えておく、あるいは意識するということなんですけれども、平時から家族会議、これがとっても大切になります。例えばなんですけれども、お子さんに逃げる場所を必ず教えておく。近所のおばちゃん家でも安心して逃げる場所、必ずお父さんとお母さん助けに行くからね、必ず迎えに行くからねという約束をすることが、親子の絆を深めることにまたなっていくのだと思います。はい、そして一人暮らしの方ですとか、一人で逃げられない方、そういった支えの必要な方は、ぜひ個別避難計画、これを立てていただけたらと思います。家族同士、それから地域の支えというのも必要になってきます。はい、最後に県民の皆さんに災害に対する心がけを一言お願いできればと思います。はい、群馬県はどうしても安全神話が強くて、私も講演活動していても大丈夫だよ、群馬は安全だから大丈夫というその言葉が非常に強くなってしまいまして、はい、根拠のない大丈夫なんですよね。で、今日もこれだけの雪が降ってます。やはり暖かかったのに急に雪が降る、でもこんなに降るのかな、水害もありますし、今日6時半ごろも、ね、地震速報が鳴ってましたから、そういったことを考えると、さまざまな災害というのが起きますので、そういった備えという意味で、家族の話し合いですとか持ち出し袋ですとか、皆さんと一緒にまた備えていただく、そして近所一緒に散歩しながら、ご自分の住んでる場所を知るというのもとても大切なことだと思います。はい、その中でもしかしたら災害伝承碑が見つかるかもしれませんので、そういったところで皆さんの安全を身につけていただけたらと思います。改めていざという時のために今から対策をしておきましょう。今日は日本防災士会群馬県支部長の赤羽純子さんにお越しいただき、お話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。